二宮義隆は、日本中央競馬会、美穂トレーニングセンターに所属していた元調教師、神奈川県川崎市出身、東京農業大学卒業。大学卒業後は、川崎市内で、サラリーマンとして働いていた。1978年、美穂橋本テルオ級者の調教助手となり、ホースマンとしてのスタートを切る。 女子としての代表馬は1987年の東京優秀を制したメリーナイスで同級者の屋台骨を支える敏腕として活躍。1990年、調教師免許を取得支給者を開業する。1994年、優秀調教師賞を初めて受賞する。1998年、第32回共同通信杯4歳ステークスを エルコンドルパサーが制止 JRA 重賞初勝利を挙げる。しかし、積雪の影響でグレード格付けはなかった。第3回 NHK マイルカップもエルコンドルパサーで制止ジョギー初勝利を挙げる。1999年、フランスのサンクルー大賞をエルコンドルパサーが制止、日本国外 GI 初勝利を挙げる。2010年、宝塚記念を中山フェスタで制止。 初のグランプリ制覇となる。2014年12月14日、第66回阪神ジュベナイルフィリーズを湘南アデラで制する。2005年以降、中央競馬の重賞レースを13年連続で勝利している。2018年2月28日付で長教師を優待することになった。括弧内は、当該場の優勝重賞競争、太地は GI 級競争。 太字は、文下生。括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分。調教師12名が優待、引退日本中央競馬会、2018年2月13日閲覧2015年、クイーンカップレース結果から、ヤビスサーチ2015年2月16日閲覧。ありがとうございます。